こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。で、今日は月曜日だから、ね、いつも通り音声メディアのニュースまとめ、いこうかな。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。月曜から土曜まで毎日配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。さあ、2020年11月第3週、11月9日から15日までに見つけた音声配信のメディア関連のニュースをまとめていきます。さて、今週のピックアップはこちらですね。Spotify 国内外で有料オンラインライブ、日経新聞よりと。はい、ついに来ましたね、オンラインライブ。国内の場合は、e プラスっていうオンラインチケットのね、販売サイトが提供するらしいんですよ。ストリーミングプラスっていうそのプラットフォームがあって、そこで、まあ、配信、チケットが3500円かな。ということで、もう本当にね、実際にビジネス動くみたいです。いやー、これだから、ね、軌道に乗ってきたら、本当すごいことになりそうですね。ちなみに国内では、ツイキャスが、まあ、ツイキャスはね、音声に特化しているわけではないんですが、プレミア配信というのはすでにやっていますが、まあ、この流れでね、スタンド FM とか、ラジオトークとか、有料ライブのね、機能アップとか来たら、ちょっと2021年は、有料配信元年になりそうですね。いやー、これはちょっと楽しみですね。はい、ではプラットフォームビジネス関連いきましょう。 Spotify がポッドキャストのホスティングと広告会社のメガフォンを約250億円で買収、テッククランチジャパンと。はい、いやー、本当海外ポッドキャストね、人気ですけども、広告、音声広告ね、盛り上がってきそうですね。 YouTube ミュージック新しいミックスリストの提供開始、エンガジェットジャパンよりと。パーソナライズもかなり進化するっぽくて、機械学習と絡めるとなんか面白いリストのレコメンドとかね、出てきそうで、これはこれでちょっと見てみたい気がしますね。 Now Voice au スマートパスプレミアム会員向けに11月9日から無料提供と、公式リリースと。いやー、やっぱりもともとが有料、月額課金で有料サービスって始めると、なんかいろいろね、サービスの展開ができますよね。うん、やるなで、 Now Voice はもう一個あって、プレミアム音声サービス Now Voice に日本放送のラジオ番組、本田圭介 Now Voice のチャンネルを開設と。これも公式リリースよりと。だから、まあ、要は冠番組ってことですよね。いやー、だから本田さん本当本気ですね。すごいですね。冠番組を持ってさらに宣伝もするってことですよね。いやー、これはすごいな。Apple アカウントでのサインインを利用していて、アカウントが切り替わってしまった方へ、スタンド FM 公式リリースよりと。はい、スタンド FM ちょっと障害が起きてるよ、起きてるというか続いているようで、公式 Twitter でも今日また障害の追加情報が出てました。スタンド FM で配信をしている人などはね、特に気にかけておいてください。それから一方で、はい、こちらコメントに返信、いいねができるようになりました、スタンド FM 公式と。はい、機能アップもねしているようですね。手持ち楽曲データから音源検索、オーディオストックで、日本経済新聞よりと。はい。オーディオストックっていう、有料の素材、音源素材サイトがあるんですが、そこがですね、こうなんか、自分が持ってる楽曲の曲と、こういう風な曲と似た曲ないのみたいな、そういう問い合わせが結構あったようで、これ面白いですね。なんか、ピアノのこの曲に似てる曲ないのって言って、それで近しいね、音源で、著作権上問題ないものを買って流すと。まあ確かに広告業界とかでもありそうですね。こんな感じの音楽にしてくれとかね、ありそうですもんね。年に一度はトーカーにねぎらいを、ラジオトーク公式よりと。
11月11日にちなんだネギの投げ銭が、登場していました。結構ないい値段しますが、その投げ銭を一番獲得できた人がなんか得点があるようで、最近そういった企画ね、ラジオトーク続いてますね。音声コンテンツ全般、ちょっと前回拾い損ねてしまいました、すいません。ラジオトークのその企画、以前やった、MBS ラジオの生放送企画の結果が出てましたんで、ぜひ見てみてください。一般の方もね、受かってましたんですごいですね。で、そのラジオトークなんですが、以前ボイシーが、公式番組を作るっていうプロジェクトをやったということをこのラジオでも報じましたが、今度はラジオトークがですね、こんな感じでトークのスターを生み出すプロジェクト、トーカープロデュースの参加者を10名まで先行募集します公式よりと、はい。まあ、かなりね、本気度を問うような感じの募集ページができていて、もうガチで、声で稼ぐ人をもう応援しますという募集だそうです。腕に覚えのある方はぜひ応募してみてはいかがでしょうか。須田慶奈新作リリースに向けて YouTube ラジオスタート、バークスよりと、はい。須田慶奈さんが音声配信を始めるようですけども、 YouTube プラットフォームですね。私たちのカオスベスト5ノート、こちらは何かというと、ゆとりっ子たちのたわごとという超人気ポッドキャスト番組があるんですが、その方々がですね、まあ、Apple Music で曲を出したり、それからあと、キングオブコントに出演したりとかですね、こう、今年ものすごく、多岐にわたる活動をされていて、僕も注目していたんですが、まあ、その、総まとめみたいなことをノートで書かれていたので、ファンの方のみならず、音声で、コンテンツを配信している方、こんな展開もあるんだっていうふうに参考になると思うので、ぜひ見てみてください。レック×e イヤホンラジオ e ラジ、はい。こちら何かというと、これちょっと見逃してたんですが、国内のネット通販サイトでイヤホンの専門通販サイトとして最大級の e イヤホンっていう会社さんがあって、そこがですね、レックにラジオを開局してたので、ちょっとピックアップしました。法人利用ということでは、スタンド FM とかラジオトークが先行していたイメージだったんですが、e イヤホンというイヤホンの、販売サイトが出していたので、これは面白いなと、イヤホンとね、ラジオは非常に相性いいですから、面白いなということでピックアップしました。ぜひ、聞いてみてください。結構軽快なトークで楽しい番組に仕上がっています。おっと指に絆創膏してて、その指でタップしても反応したかったです。はい、失礼しました右手の今人差し指が爪が割れてしまっていてですね、で絆創膏してたらですね、スマホが反応しなかったですね。失礼しました。スタンド FM のね、障害長引いてるのちょっと気になりますね。資金調達も含めて開発競争がね、激しさを増している中で、まあ、機能アップもしていかなくちゃいけないというところで、多分スタンド FM はね、ユーザー数も急激に増えてますので、かなりバタバタしてるんだろうなと、想像に難くないところです。心配になっちゃいますね。一方で、スタンド FM に限らず、音源をアップロードではなくてアプリで直撮りして音源を投稿してる人というのは、手元にバックアップがないので、逆にこの機会に自分の過去番組もし消えちゃったらどうしようというのは一度考えておくといいと思います。特に企業などで、ビジネス的にね、音声配信やられてるという場合には、どうしてもですね、その、手元のバックアップですね、それがかなり議論になるはずなので、スタンド FM も最近ね、アップロードが可能になりましたので、この機会に手元に音源がないという配信をしている人たちは、バックアップについて、この機会に考えてみることをお勧めして、します。
音声配信はね、気軽に撮れるというところも魅力の一つではあるんですけども、個人でやる場合にはね、そんなに問題にならないのかもしれないんですが、やっぱり企業としてメディアを立ち上げて音声配信でファンを作っていこうと、言った場合にはどうしてもやっぱりですね、バックアップを取ってちゃんと過去回を振り返れるようにしておいた方がいいと思いますし、いずれテクノロジーが発達していけば音声からね、もう本当にダイレクトにテキストを書き起こしなんていうのもね、かなり精度が上がってくるかもしれないじゃないですか。そうするとね、また新たな資源になりますから、おすすめだと思うんですよ。ですからこの機会に、バックアップを取っていない方は、もし消えちゃったらということを考えることをおすすめします。はい。いやー、でもね、中の人本当頑張ってください。はい。というわけで、先週のね、音声ニュースメディアまとめでした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。